せいぞ。メリーさん。大丈夫か。あっちにも負傷者がいるぞ。ザムス・アラン、事情は聞いている。見事な活躍だ。あとは任せたまえ。おい、連れて行くぞ。はい、サンダ君だ。マデリー、待ちたまえ、アラン。アダム司令は気の毒だ。そればかりか、彼の部隊まで全滅したとは残念なことだな。あ、そうだろう、アラン君。彼らがいなくなれば君はただの部外者だ。しかも君には何の権限もない。つまり彼女に触れることさえ許されんのだよ。非常に申し訳ないが、規則に反して連れ帰るのはベビーメトロイドだけにしてくれないかね。レディはそろそろお帰りだ。誰かお送りしろ。はっ。さあ一緒に来るんだ、プリンセス。おい、ちょっと待て。誰だ貴様。アンソニー・ヒックス、銀河連邦軍第7小隊所属。我が第7小隊は直ちにマルコビッチ司令官の命により生存者の保護を行います。何？銀河連邦本部議長は承認済みです。ご安心を。どういう意味だ、議長が。しかし素早いご到着だ。私がエンジンを停止していなければすれ違っていたのでは。まったく、こんな物騒なものがあんな風に役立つとは。おっと、彼女を起こしまう。静かにしなきゃ。ようやく眠りについたマデリーンをアンソニーが気遣う。憔悴したまま寝息を立て始めたばかりだ。ゆっくり眠ればいい。彼女には銀河連邦本部に対し話してもらうべきことがたくさんある。そう、メリッサのためにも。終わったはいいが、すっきりしねえ。とんでもないミッションだったぜ。ため息とともにアンソニーがつぶやいた。もし我々が事件を見逃していたなら、狂ってしまった MB は本当に銀河連邦を破滅へと導いていったのだろうか。メリッサは決して狂ってなどいなかった。ある日、メリッサの中に心が芽吹いた。その意識の目覚めを疑いも持たず誤りだと決めつけた人間。狂っていたのは私だったと、眠る間際のマデリーンは力なくつぶやいていた。人間の傲慢さが MB を追い詰めていった。そしてその歪んだ意識こそが芽生えたばかりの彼女の心にこう命じたのだ。思い上がった者どもに罰を与えようと。だが MB はその使命を果たすことなく倒れた。そう、メリッサとして唯一の弱点を克服した倒す術のないメトロイド。そんな狂気の産物を妄信する愚か者が
それを手に入れてしまったならば、アダムの決断が銀河社会を危機から守った、それは間違いない。だがその代償はあまりにも大きい。他に道はなかったのだろうか。彼の死を受け入れることができない私は、初めてアダムの判断を疑った。異論はないな、レディ。ふとアダムの声が聞こえたような気がした。アダムは決して間違った判断などしない。分かっている。あなたは正しい。だから私は彼の死を嘆いてはいけないのだ。私は初めてアダムの問いかけにサムズアップで答えた。何かを言いたげに私に微笑みかけるアンソニー。その表情がアダムの顔と重なった。アダムが最後に見せたあの笑顔に。